捨てから <laughs> て、ね、まあ、二週間くらい経ったかな ?2 週間ぐらい経ったかなうん、どう減らした感想服を減らしてよかったこと服を減らしてよかったことは、まあ、まず自分がどういう服が好みなのかっていうのが、まずわかるから、うんうん、まあ、まず無駄な服は全部捨てた方がいいっていうこと。おー、今のは名言。自分の好きな服がね。そうそう。自分の好きな服が明確になる。本当に、あ、こういう服しすぎなんだ、とか。 で、服屋に行った時に、あ、この服買うから、じゃあ他の服は捨てようみたいな。なそ,ういうそれで言うとさ、今回これ減らして何が分かった自分はどういう服が好きなのかっていうのは気づいた気づいたね。<laughs> なんかもうシンプルに最近は定番っていうか、うん、もう無地とか、ストライプとか。うんうん、定番っていうのは流行り続けているものだっていうのが古市さん。 うん、の本にあった社会学者のね。うんうん、で、それを読んだときに、まあ確かに牛肉と豚肉と鶏肉は僕らはずっと食うじゃないですか。うんうん、で、なんでそれが定番なのかっていうと、うん、それがみんな美味しいって分かってるし、うんうん、何千年間も人間が食い続けているものだと。で、一方、うんうん、鹿肉とか熊肉とかは、うん、なんだろう。好きっていう人もいれば、そんなに好きじゃないっていう人もいる。要は、うん、なんか一時的な流行りはあるけど、 みんなが好むものではないから、定番にならないっていうのが書いてあって。言われてみれば、熊とかしかは家畜じゃないね、うん。そうそう、家畜じゃないんだよね。一方、その牛とか鳥、豚は家畜になってるから、うん、人間がそれだけ好んでまで食べたいものになっているっていう感じかな。なじゃあまとめると、そう、定番のものっていうのは、これまで歴史を見てずっと流行し続けてるからですね。そうそうそうる なるほど。だから服とかで言うと、それこそストライプとかそうなんじゃないかな。白、白シャツとかは。そうそう、白シャツとかずっと流行ってことなんだよね。パーカーとかそれこそ。なるほど。定番こそが流行を勝ち抜いたものという。別にいつ着てもいいじゃない。ステューシーのパーカーとかまさに、うん、まあいつもこんなデザインだし、うん、まあ一着持っておけば何年でも着れるじゃん。うん。で、一方でなんだろう、こう、結構柄のあるようなパーカーとか、結構あると思うけど、うん、それ買うんだったらもう、 ステーシュのパーがちょっと高いけど、これ一着買っとった方が、まあ何でも切れる、まあ、定番じゃあ今後は定番のものを増やしていこうっていう考えなんそうですね。定番のものをまあ何着か買って、まあまあ大量買いしないとりあえず。うんうん。っていうのはやっていこうかなって。まあ多分こっからまたちょっとずつ減るかなって。ええ、まだこっから減らせそうな不可のこれかなじゃあ今捨てよう。<laughs> 決め今度ね。今度ね。今度ね。明日やるはバカ野郎だよ。出た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 。そこ絶対使うっしょ。じゃあ結局不幸を減らして人生が変わったんだね。あ、変わりましたね。じゃそうです。変わりました。さようなら。さようなら。チャンネル、僕のチャンネル登録よろしくねはもう絶対概要欄に URL 貼らないからな。皆さん、さようなら。